ジオドラマで聞く名作文学。たとえスイカの苦しみも、いかん。御身とならば、いとわばこそ。さすが近松様、容易にはいかぬ。あれ、藤十郎様、こんな時間までお稽古を。とんだ粗相をいたしました。ごめんくださいませ。おお、おかじ殿、そなたこそ。ご亭主は。もう休んでおります。藤十郎様もそろそろお休みなさりませ。どれ、水などお持ちしましょう。では。おかじ殿。おかじ殿、待たせられ。はい、藤十郎様。何でございましょう。この藤十郎、そなたに話があります。藤十郎の恋、菊池寛。藤十郎様が近松門左衛門様に依頼したこたびの狂言、これは恐ろしい恋じゃ。身を焦がすほどの命がけの恋じゃ。人妻との道ならぬ恋とはのう、まかり違えば貼り付けの刑じゃ。しかし歌舞伎始まって以来の珍しい狂言じゃと、上演前から大層な評判じゃ。我らも役者冥利に尽きるというもの。藤十郎の濡れ事はもう飽いた。これからは江戸の團十郎じゃ、いやいや七三郎じゃ。そう言い腐った公家衆もさぞ驚くことであろう。そういえばその藤十郎様、何やら最近機嫌が悪いような。新しい狂言だけに苦心も尋常ではあるまい。もっともじゃ、生まれながらの色ごとし、藤十郎様とて人の女房と年頃になったことはあるまい。おやおや、そなた覚えが終わりで。ないわ。あってよいものか。確かにしようがないな。藤十郎様。おかじ殿、チコ、もう少しチコ。もう藤十郎様ったら急に真面目になって、どうせまたご冗談でしょ。おかじ殿、藤十郎の、この藤十郎の懺悔を聞いてはくださらんか。懺悔？あれはもう20年も昔、そなたが16で、わしが20の年じゃったが、祇園祭りの折、初めて会うた時のことを覚えておいでか。ええ、もちろん。あの時のことは、宮川町のおかじといえば、いかに美しい若尾山とて足元にも及ばぬ、そう噂には聞いておったが。なるほど、会うてみれば聞きしに勝る美しさ。器量自慢であったこの藤十郎さえ、そなたの前では身が引けたものじゃ。まあ。その時からじゃ、そなたを世にも稀なる美しい人じゃと思い染めたのは。え？おりあらば言いよろうと始終念じてはいた。じゃが、
親方が厳しゅうてな。ただ心だけが焼くように焦がれておった。所詮気を待つより他はないと諦めているうち、そなたはこの宿の主人と夫婦に。その時の我が無念、今思い出しても胸が張り裂けるようじゃ。そのようなことを。人妻になったそなたを慕うは人の道にあらず、心でいくら制しても止まらぬは凡夫の思い。おかじ殿、この藤十郎、明け暮れ燃え盛るそなたへの思い、じっと抑えてはきたが、もはや老いた。これほどの恋を20年来忍びに忍んだ、これほどの恋をこの世で一言も打ち明けず、一体いつの世に、一体誰に語ればよいの。おかじ殿。しかし私には。おかじ殿、藤十郎を哀れとおぼしめさば、たった一言情けある言葉をの。おかじ殿。藤十郎様、いけませぬ。お許しを。おかじ殿、そなた藤十郎の嘘偽りのない本心を聞いて、20年来忍びに忍んだ恋を聞いて、哀れとは思わぬかの。おかじ殿、せめてたった一言。おかじ殿、お許しを。これはとんだ粗相を申しました。ですがおかじ殿、そなたお強い方じゃの。この藤十郎、舞台の上では日本無双の色ごとしじゃが、たわいもの振られ申したわ。藤十郎様、では今おっしゃったこと、皆本心なのですか。ああ、人妻に言い寄るからは命を投げ出しての、死をとしての恋じゃ。藤十郎様、嬉しい、嬉しゅうございます。私も、おかじもあなた様を。藤十郎様。おかじ殿。藤十郎様。近松様、出来申した。狂言の工夫、ことごとく出来申したぞ。どこに行かれるのです、藤十郎様。お待ちください、藤十郎様。藤十郎様。
藤十郎様の新しい芝居もう見たかい？あたしゃもうおかしくなりそうだよ。もちろんさ。はあ、藤十郎様、四十と思えぬあの美しさ、雅な身のこなし、それに人妻に向ける火のような眼差し、悩ましいお顔、たまらない。女に生まれてよかったよ。そういえばあの噂聞いたかい？何でも藤十郎様、今度の芝居のためにどっかの女房を騙したっていうじゃないか。ああ、聞いた聞いた。嘘の恋をけしかけて人妻を狂わせたっていう。おやまあ、羨ましい。たとえ嘘でも藤十郎様だよ。その女、三国一の花宝物さ。いやいや、なんとまあ困った噂じゃ。心得がのうてもあるように見せるのが芸というもの。上は摂政関白、下は月下郎にまでなって見せるのが我ら役者。その噂打ち消してくだされ。さあ今日も大入りじゃ。そろそろ参ろうか。自害じゃ、女の自害じゃ。何？女の自害？ああ、藤十郎様、大変じゃ。我らの泊まっている宿のお内儀、おかじ殿が楽屋の隅で自害を。おや、藤十郎様、どうなされた？お顔の色が。おかじ殿、なぜわざわざここで。いや、それよりこれが世間に知れては狂言の人気に傷が。うん、それが心配じゃ。皆様、他言は無用ですぞ。なに、心配なことがあるものか。この藤十郎の人気、たかが女子一人の命で傷つけられようか。さあ皆の衆、まもなく幕じゃ。今日は近松様もご見物とのこと。一層心を込めて挑もうぞ。よっ、藤十郎、日本一。キクドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。